さあ後ろゼッケン2番をつけているトンボーネ、ベルギーのチャンピオン、そして過去にもこのツールフランドルを2度制しています。前はスイスチャンピオン、そして世界のタイムトライアルのチャンピオンでもありますファビアン・カンチェラーラ、相手にとって不足なし。さあ2人がいよいよカペルミュールに向かいます。これもう少し登って細い道左入ってカペルミュールですね。右です、ね、右に曲がってから、まずここで左に曲がって、ここ、はい、その後しばらくしてから、右ですね。いや来ましたね。いやお互い非常に冷静な表情を見せています。観客は沸きます。ベルギーのヒーロートンボーネンが3勝目を飾るんでしょうか。さあいよいよこのレース最大の勝負どころはこの後です。まだ動きません。ちょっと緩めてますかこれ感じは。そうですね、多分ちょっとボーネンと先頭交代してほしそうな雰囲気には感じるんですけど、うん、ボーネンはもうそれこそここからカペルミュール、あとボスベルグさえこなしてしまえばもうほぼ勝利ですからね。手中に収めるということで、ここはもう完全にカンチェラーラ前に出してゴール前の感じですよね。さあミュールに入っています。ミュールに入ってきました。ミュール、カペルミュールですよ、ね、さあいよいよ本格的に登り始めます。さあボーネンはここをしっかりカンチェラーラに行かせないように走りたい。さあ長さが 470m、 前出ましたよ、あえて。さあボーネンが前に出た、カンチェラーラ後ろ。さあかけるとしたらカンチェラーラのはずなんですが、あえて前出ましたね。ミラーが厳しい、追走はミラーが厳しくなっています。ジルベールのスピードにミラーがついていけない。思わずこのコースの整理員でさえボーネンを応援しています。ボーネンこれまだ余裕あるんでしょうね、自信があるというか、いい、ね、前に出るっていうのはここから本格的にちょっときつい、ね、さあ最もきついところにやってきたカペルミュール、最大シャドウ 19.8%。 さあ後ろからジルベール、そしてルークマンス、ルークマンスも非常に力があります。やはりミラーはこういうところになるときついですね。カンチェラーラ行かないかな、ちょっと前って言って、カンチェラーラちょっと前に出ましたか。座ったまま行ってますよカンチェラーラ。あーっとカンチェラーラ行った。うわ、さあ座ったまま行った。ボーネン離されている。ボーネン、もうボーネン足がもう浮いたか、ちょっと厳しい、さあボーネン離された。なんボーネン離された。ここはいけない、離れてはいけません。ボーネンはついていかなければいけない。しかしなんだこれは、カンチェラーラは腰を上げていません。腰を上げていない、カンチェラーラ前にいない。さあボーネンどうする、足がもう厳しい、いっぱいいっぱい。さあカンチェラーラはどこに行った。カンチェラーラが映らないじゃないですか。カンチェラーラカメラがボーネンしか捉えません。さあカンチェラーラはこれはまずいですね。さあ、スピードではカンチェラーラ、なんですかこれ、こんなに離れている、なんということ、大人と子供ですよこれ。カンチェラーラが恐ろしいスピードを見せている。さあカンチェラーラ勝負に出ました。もう止まりません、この人のタイムトライアルモード。腰上げてませんからね。そして後ろからジルベールとルークマンス、いやー信じられない、カンチェラーラ腰を上げないであのボーネンを突き放しています。ここまでは想像しなかったですね。せいぜいギリギリで、まあ、離れて登りきるぐらいだと思ったんですけど。そして後ろからヒンカピー、フレチャー、ガスパロットが追いかけていきます。もう狙ってましたよねカンチェラーラ。追いつかないですね。あともう追い上げですからねカンチェラーラの。一番カンチェラーラが得意なところですからね。そのボーネンは自転車も経験も足も得意なところで離されてしまったんですから。そうなんですよね。